サンホアキンバレー、サンホアキンバレーはアメリカ合衆国カリフォルニア州のセントラルバレー南部のバレー、二つの山に挟まれた平原である。ストックトンにあるサクラメントサンホアキン川デルタより南に位置している。地域の大半は田園であるが、フレズのベイカーズフィールド、ストックトン、モデスト、バイセーリア、ポータービル、マーセド、マデラ及びハンフォードなどの都市圏が含まれている。 サンホアキンバレーは、北のサクラメントサンホアキン側デルタから、南のテハチャピ山地まで、また西はいくつかのカリフォルニア海岸山脈、北側のディアブロ山脈から、南側のテンブラ山脈でから、東のシエラネーバダ山脈まで広がっている。北のサクラメントバレーとは異なり、サンホアキンバレーの名前のもとになったサンホアキン、川水系はこのバレーの中でそれほど、遠くまで進んではいない。 フレズノより南の川の大半はトゥーレアリコに注いでおり、この湖は水資源利用の多様化により継続的には存在しない。主要河川はサンホアキン川であり、バレエの北半分を通り、サクラメントサンホアキン川デルタに注いでいる。キングス川とカーン川はバレエ南部の内陸湖盆地にあり、その水のすべては農業用に利用され、下流域ではほとんど、 水がなくなっている。サンォアキンバレーは赤月新生前期にあたる、約6、500万年前に形成され始めた。その後の6、00 0000 00年間、海水面が大きく変動したために、このバレーの中も、太陽水で満たされるところがあった。約500万年前、海岸山脈の隆起とバレーへの堆積物のために、太陽への出口が閉ざされ始めた。 200万年前からは氷河の周期的な作用で、バレエ内大半は淡水湖になっていった。コーコラン湖は約70万年前までバレエを満たしていた最後の大きな湖だった。今日ではブエナビスタ湖のみが残っている。サンホアキンバレエの夏は暑く乾燥しており、冬は地上切りで特徴づけられ、栄養で雨が多い。 雨季は11月から4月までだが、北部の方はやや長い傾向にある。サンホアキンバレーのアメリカ国立気象局予報事務所は、ハンフォードにあり、ドップラー気象レーダーがある。バレーの天気予報と気象情報はそのウェブサイトから取り出すことができる。歴史家のケビンスターは、サンホアキンバレーのことを、地球上で最も生産的な人口の環境と表現した。 ある推計によれば、カリフォルニア州で生産される農業生産物は全米の12.8%に相当するドル換算物であり、その大半がサンフォアキンバレーで生産されているが、その日奥差は連邦政府による浅イ井戸の考えシステムに対する制限により失われる恐れがある。ブドウや、それから生まれるレーズンと程度は落ちるもののワインがおそらくこのバレーでも最も、 注目される産品であるが、それより大きくはないとしても、同じくらい重要な産品は、麺、喧嘩類、特に、アーモンドトピスタチオ、柑橘類、および野菜である。サンホアキンバレーは、世界の食料バスケットと呼ばれてきたが、全国的にその産品の多様さを認められているわけで、ない。オレンジ、桃、ニンニク、タンジェリン、トマト、キウイフルーツ、干し草、 アルファルファなど多くの産品が収穫され大きな成功を収めている。キングス郡にある J.G. ボスウェル社の農場は世界最大の単一面下農場であり、面積は1 6 2トル、4万エーカーある。特定の産品に特化した土地もある。ストックトンはアメリカ合衆国内で消費されるアスパラガスの大半を産し、フレズノはもともと中東が産地だったレーズンの 最大生産地である。サンホアキンバレーはその農業生産性の高さにも、かかわらず、食料を不足の率でも州内最大である。バレーの経済にとって、牛と羊の飼育も重要な要素である。近年、落農業の重要性が高まってきた。地のやコロナのあたりは、ロサンゼルス市のスプロール現象に吸収されてきたので、多くの落農家が土地を売り、キングス軍、 トゥーリアリ軍及びカン軍の方に移転した。落農はメタンなどの汚染物を多量に排出するので移転先の地域の大気汚染を深刻化させている。さらに農場労働者が肥料穴で溺れたり窒息したりする事件が注目を集めたことで地域での落農業の増加率を緩めることが求められ、カ軍の場合は2004年に新しい落農場受け入れに対して一停止期間を 宣言するまでになった。1990年から2004年の間に、サンホアキンバレーで28,092ヘクタール、7231エーカーの農地が、都市開発のために失われた。都市のスプロール現象に対応する中で、バレー内八軍は、地域青写真計画に参加しており、より密度の濃い開発と、公共交通機関が発達する、可能性がある。 カリフォルニア州は国内でも最も重要な石油生産州の一つであり続けており、サンホワキンバレーは州内の主要石油生産地域としてロサンゼルス盆地をしのいできた。小さな油田に油性が散りばめられているのが地域内すべてで見られ、いくつかの巨大製油施設がある。その最も顕著なのがロストヒルズとタフトにあるものである。巨大なミッドウェイサンセット油田は 国内第3位の油田であり、正真正明ポンプの林となっている。ロイヤルダッチシェルが、ベーカーズフィールドの大きな製油所を運営していたが、2005年に、ユタ州ソルトレイクシティに本拠を置き、トラックヤードや製油所を経営するフライング J に、売却された。2009年に、フライング J が破産し、この製油所は閉鎖された。カーン軍の油田とガス田は、 2009年7月にオクシデンタル石油がかなりの量の埋蔵量を発見したと公表した時から注目を集めている。この発見の以前であってもこの地域にはカリフォルニア州内のどこよりも多い石油の埋蔵量があった。サンホワキンバレー以外のカリフォルニア州の油田ではロサンゼルス郡のウィルミントン油田のみが1億バーレル1600万。 メートル以上の埋蔵量を持っているが、サンホアキンバレーでは6つの油田が1億バーレル、1600万メートル以上の埋蔵量を持っている。その油田は、ミッドウェイサンセット、カーンリバー、サウスベルリッジ、エルクヒルズ、シムリック及びロストヒルズの各油田である。サンホアキンバレーは孤立し広大であること、さらに貧困から来る食の需要があるために、地域内に 多くの刑務所を建てることになってきた。最も著名な刑務所はコーコランにある刑務所であり、そこの受刑者には、チャールズ・マンソンや、フアンコロナがいる。その他の共生施設としては、アベナル、チョーチラ、トレーシー、デラのコーリンが及び、バスコーにある。地域内の唯一重要な軍事基地は、リムーア海軍航空基地であり、ハンフォードの西南西 25km に位置する、 広大な航空基地である。州内にある他の多くの軍事基地とは異なり、リムウア海軍航空基地の重要性は1990年代と2000年代に高まった。アットウォーター近くにあったキャッスル空軍基地は1990年代の基地整理閉鎖計画の中で閉鎖された。カンにあるエドワーズ空軍基地とチャイナリーク海軍航空武器基地は軍内のハイデザートに位置している。 アメリカ合衆国国勢調査局が2007年にアメリカ地域社会調査と題する報告書を発行しサンホワキンバレー内の8軍のうち6軍が2006年の連邦貧困戦以下で生活する住民の比率が高いとされている。また同報告書では上記6軍が国内で貧困率の高い52軍の中に入っているともしている。サンホワキンバレーは特に ベーカーズフィールドサウンドを通じてアメリカのカントリーミュージックに大きな影響を与えてきた。バレエ内にはバック・オーエンズ、メリー・ハガード、ビリー・マイズ、レッド・シンプソン及びサンズ・オブ・ザ・サン・ホワキンなど多くのカントリー歌手とグループがいる。イースト・ロサンゼルスのバリオスはメキシコ人を祖先に持つ者の,の多いことで有名であり、移民一世と地位を確立したチカーノがサン・ホワキン。 バレエで重要な人口構成要素になっている。第二次世界大戦中に、ブラセロ、季節労働者をはじめて、以来、事実上地域内農業労働者のすべてが、メキシコ人を祖先に持つものとなった。メキシコ系アメリカ人と地域内を支配する、白人エリートの間の民族と経済の摩擦は、セザール・シャベスが指導する、農業労働者連合が多くのストライキを実行し、 武道製品のボイコットを呼びかけた1960年代と1970年代に最も顕著になった。農業労働者連合は合衆国中に多くの同調者を生み、アメリカ合衆国の務省によるいくつかの農業、機械化計画すらしまわせることに成功した。しかし、1970年代以降は、大土地所有者や大企業が不法移民も雇用するようになった。 不法移民は分主化されない給与には、所得税が課せられないために低賃金で長時間働くことができた。サンホワキンバレーには、その市民の出自において、ヨーロッパ系、中東系、及びアジア系の民族が異常なほど多く、カリフォルニア州の標準的な姿になっている。これらの民族社会は極めて大きなことが多く、アメリカ人の移民パターンに比べて、大変接中的である。 例えば、アゾレス諸島よりもサンホワキンバレーの方が、アゾレス系ポルトガル人の数が差は、多くの集団は特定の都市では過半数までになるが、他ではあまり見られないこともある。例えば、アッシリア系の人々はターロック市で、オランダ系の人々はリポン市で、宿京都はストックトン市とリビングストン市で、ユーゴスラビア系の人々はデラノ市で集中している。 キングスバーグはスウェーデンからの移民が設立したので明らかにその雰囲気があることで著名である。広い地域に見出される民族集団はポルトガル人、アルメニア人、バスク人、およびオーキーズである。オーキーズとはアメリカ合衆国中西部と南部からカリフォルニア州に移民してきた人々である。1970年代以降、東インドの特にパンジャーブ地方や 南インドのグジラティ地方からの人々がこの地域に入ってきた。最近で最も多いのはパキスタン出身者がモデスト市やローダイ市に移民してきたことである。さらに1970年代後半と1980年代にはベトナム戦争の後でインド市の半島出身者が多く流入した。これはその大多数がミャオ族、ラーオ族、カンボジア人及びベトナム人であり、 ストックトン氏、モデスト氏、マーセド氏、及びフレーズノ氏に入った。フィリピン系アメリカ人はデラノ氏とラスロップ氏に集中している。フィリピン系アメリカ人はストックトン氏で強力な歴史がある。ストックトン氏におけるフィリピン系アメリカ人組織はフィリピン系と識別される様々な商業ビルに反映されている。フィリピン人は第二次世界大戦で 日本に対抗してアメリカについて戦った。これが都合の良い移民の状態につながった。ストックトン氏は第二次世界大戦中に軍需物資の生産と輸送が行われた地域だたサンフランシスコベエリアに付属してきた。その後にフィリピン人のストックトン氏への移民が続いた。これらの文化は確立された民族社会と一時にアメリカにやってきた。 民族集団の結果であることが多い。これは、サンホアキンバレーで、宗教的な生活共同体ができたことにもよっている。例えば、宿教の最初の高級的なグルドアラ、寺院は1915年に、ストックトン市に設立された。これらの文化は大変多様であり、得意な性格がある。カーネル・アレンズワース州立歴史公園は、アフリカ系アメリカ人によって、 カリフォルニア州に設立され、財務の手当てがされ、統治された唯一の町の場所を記すものである。この小さな農業庁は1908年にアレン・アレンズワース中佐、ウィリアム・ペイン教授、ウィリアム・ペック牧師、鉱山師のジョン・ダブリュー・パーマー及び、不動産業者のハリー・エミッチェルによって設立され、アフリカ系アメリカ人の経済と社会のステータスを改善するために貢献した。 この地域の地下水面が低下するなど制御できない事情により、この町は崩壊した。アレンズワース歴史地区は、アメリカ合衆国国家歴史登録財に登録されている。この公園は、トゥーレアリ軍の未編入領域であるアレンズワースにある。世界恐慌の時代に、アメリカ合衆国中西部と南部からサンホワキンバレーに移民してきた人々は、 セントラルバレーの中でもより広く知られた集団である。これは、ジョン・スタインベックの小説、怒りの武道や、ヘンリー・ホンダによるその映画化によって知られたことが寄与している。1910年までに、グレート・プレーンズ南部の農業は、土壌の侵食と、降水量の不足のために、維持できない状態に近くなった。カンザス州、テキサス州、オクラホマ州及び、 アーカンソー州などの農民の他がその土地を売って、シカゴ、カンザスシティ、デトロイトなどの大都市や、急成長していたロサンゼルス市に移動した。土地に残っていた者たちは打ち続く後輩状態を経験し、その極限は1920年代後半に始まった、干ばつとそれが運が悪名高いラストボールの時となった。ミシシッピ州やアラバマ州の小規模面課農夫は、 渡ムシの最初の蔓延によって似たような苦しを味わっていた。世界恐慌が発生し全国的な金融危機を生んだ時大きな負債を抱えていた家族農家が収支を立て直そうと躍起になっていた銀行によって低等権を流されてしまった。このために多くの農夫は自動車に家族と持てるだけの荷物を積んで西に向かった。 農夫たちはアメリカ国道66号線をバース島やロサンゼルスに向かいテハチャピ峠カテホン峠を越えてサンホアキンバレーの市場向け野菜農場で果実や野菜を収穫するものとして新しい生活を見たそれまでの比較的自立した農場経営者の状態から実質的に古作農のような状態に変わり彼らの多くはむさクルシ農園キャンプで生活し 経済的に苦しく不幸に感じていた。家庭内の争い、犯罪及び自殺が普段にあり、時には暴動が起こった。ニューディール政策が遅まきながらこれらの問題をいくらか緩和した。怒りの武道が大衆の関心をオーキーズの苦境に引きつけた時までに、その多くはすでにバレエを離れていた。残ったものはカリフォルニアの文化と社会に同化し、 彼らとその子孫は著名な事業家、教育者、政治家及び専門職の人々となっていった。オーキーズとアーキーズ、アーカンソー州出身者の多くは第二次世界大戦中にサンフォアキンバレーを離れ、ロサンゼルス市、サンフランシスコ市及びサンディエゴ市に行って軍需産業で働けた。シグナルヒルのような南カリフォルニアの主要油田が枯渇し始めた後で、 サンホワキンバレー南部が重要な石油生産地になったので残ったものの多くはベーカーズフィールドやオイルデーで落ち着いた。その影響力は今も強い。ベーカーズフィールドは西テキサスのオデッサあるいはラボックのような街に似ておりカリフォルニアの他の街よりもそれらに近い。カントリーミュージックの伝説的存在であるバック・オーウェーンズやマール・ハガードは ベーカーズフィールドのホンキートンクから出てきており、この年に関係が深いハードなイメージのサンドを作り上げた。1990年代後半に始まったカリフォルニアの不動産ブームはサンホアキンバレーを著しく変化させた。かつてはロサンゼルスやサンフランシスコとははっきり異なり、激しく独立した形をとっていた。この地域で生活費の高騰で、 若い家族や小企業を海岸の都心から追いやるにつれて、準郊外開発が進んでいくようになった。ストックトン、モデスト、トレーシー及びロスバノスの各市は、次第にサンフランシスコやシリコンバレーに通勤する人が多くなり、南部の小さな農業庁も米エリアの衛生庁の様相を呈してきた。都市学者のジョエル・コトキンが、 アメリカのアブダビと表現したベーカーズフィールドはかつてブームに引ける石油の街だったがロサンゼルスに住んでいた企業経営者や通勤者が大量に流入100万ドルクラスの家を含むゲーテクトコミュニティがその郊外にできるまでになったバレアの最南部にはウォルマート、イケア、ターゲットなど様々な大型流通会社がカリフォルニア州道58号線の便利さや 地域の低賃金に引き付けられて巨大な物流センターを建設した。さらに州内の他地域との統合によって見通しの良い未来へ続く見込みもある。週刊高速道路5号線とカリフォルニア州道99号線がサンホアキンバレーのほぼ全長にわたって走っている。週刊高速道路5号線はバレーの西側を通り人口の多い場所を迂回している。このために フレーズノ市は市内を週間高速道路が通っていない都市として最大になっている。カリフォルニア州道99号線は大都市を通っている。二つの道路はバレーの南端で合流し、ロサンゼルス市に向かう。週間高速道路システムが1950年代に創設された時、当時のアメリカ国道99号線を高規格化するのではなく、 全く新しい高速道路バイパスを建設するものとして5号線が計画された。その時以来、州と連邦政府の大議員がアメリカ国道99号線を週間高速道路に転換しようと圧力をかけたが、これが実現したのは週間高速道路5号線とサクラメントにあるアメリカ国道50号線とのジャンクションの間のアメリカ国道99号線の部分すべてが、 高速道路規格に高規格化されてからだった。カリフォルニア州道58号線はベーカーズフィールドを通り、終端のバーストウまでの大半が高速道路だが、このバレーやベエリアのトラック運転手には極めて重要で交通量が多い道路である。運転手はドナー峠を通らず、あるいはロサンゼルス市の渋滞を避けてシエラネバダ山脈を越え、 カリフォルニア州から出て行ける道を好んでいる。58号線は、週刊高速道路15号線あるいは道40号線に繋がっている。モハーベとバース島の間の前線が高速道路に格上げされてきたので、58号線を週刊高速道路40号線の西側延伸部に指定する案も行われてきた。これが実現すれば、 週刊高速道路が現在週刊高速道路のないことでは2番目の都市であるベーカーズフィールドまでつながることになる。この高速道路体系に最近カリフォルニア州道168号線と道180号線が追加された。168号線はフレズノを出発し、180号線に入って山岳部のハンティントンレークとを結んでいる。 その間にクロービスなど多くの小さな町を通っている。この道路はカリフォルニア高速道路、高規格道路システムの一部であり、州立軽継承高規格道路システムにも的確である。修道1 8 5号線はサンホアキンバレーの中央部を抜け、メンドータからフレズノを通り、キングスキャニオン国立公園に向かう。キングスキャニオン国立公園グラントグローブ部を抜けて、 東端に近い尾部分は州によって保守されていない。ミンクラーに近い州道65号線の未完成区間は州立継承港規格道路に指定されるにふさわしいものである。ダンラップの東にある道路は森林局の林道であり、キングスキャニオン継承艦道となっている。その他例内の重要な高規格道路として、 カリフォルニア州道46号線と道41号線があり、それぞれカリフォルニアセントラルコーストとベーカーズフィールドおよびフレズノ島を結んでいる。州道33号線はバレーの西側へに沿って南北に走っており、サンタイネス山脈を越えてベンチュラとサンタバーバラを結んでいる。さらに州道152号線はシリコンバレーとその急速に成長する。 ロスバノスとをつなぐ重要な通勤線である。アムトラックがサンホワキンバレーを抜ける列車を運行している。サンフランシスコ、ロサンゼルス、サクラメント及びサンディエゴとを結ぶ高速鉄道計画もある。バレー内の多くの政治家や事業家はこの新鮮の熱心な支持者であり、南北の規模が大きく止める都市とのつながりが良くなる。 ことを望んでいるが、モデストやストックトンのような都市の人々が、騒音問題など、環境悪化を懸念して、反対を続けている。この計画が承認されたとしても、建設開始は早くて2013年のこととなる。太陽航行可能な貨物船のための大型港は、ストックトンにあり、サンホアキン川デルタに沿った高水浸水時によって、サンフランシスコ湾とつながっている。 ロサンゼルス港やロングビーチ港がアメリカ合衆国のコンテナ取扱いの大半を占めるくらい混み合っており他の港の開発が必要になっている。サクラメント側とは異なりサンホアキン側はストックトンより先は航行不能である。これがサンホアキンバレーの19世紀における発展を鈍化させた重要要因となっていた。サンホアキンバレーは 山脈で遮られ、滅多に強い風も吹かないので、スモックが吹き飛ばされないために、長い間アメリカ合衆国でも、最悪の大気汚染に苦しんできた。この公害は主に経由やガソリンを使用する、自動車及び農業機械から発生しており、停滞気味の天候で悪化されている。公害の拡大によって、 大気汚染を図るほとんどの尺度でサンホアキンバーはロサンゼルスやテキサス州ヒューストンと肩を並べるほどになってきた。ロサンゼルス市の東にあるインランドエンパイアのみがさらに大気品質が悪い地域であり、アメリカ合衆国環境保護庁が評価した不健康と考える保存量が発生した日数ではサンホアキンバレーが2004年に国内第1位になった。 生産活動や車の運転は一年中起こっていることであるが、大気汚染は冬に悪化する。地下水の汚染はターロックポンチなどサンホアキンバレー内で問題になりつつある。サンホアキン軍はバレーの中で大気質の良い方の軍であるが、サクラメント地域やスタニスラウス軍は最悪となっている。連邦政府が震度の浅い地下水の利用を制限したために水不足は 水質汚濁が悪化する結果になっている。大気汚染は適切な水の供給によってもうまく薄められない。適切な灌溉能力が不足することは、バレー内での食料生産能力にも重大な問題となる。連邦政府が灌溉を制限しているために、肥沃な地域で塩分を含む土壌が適度の水分によって薄められなくなっている。灌溉水が減ると、特にトゥーレアリコショウなど、 大半の肥沃な土地で生産力が禁じられることになっている。サンホアキンバレー熱病とは、コクシジオイデスイミティス、コキシディーズイミティスが媒介するウイルス性、伝染病、コクシジオイデス症とされているものの古い名前である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。